うございます。今日の全国の天気をお伝えします。まずは寄せられたウェザーリポートをご紹介します。宮崎県宮崎市よりいただきました。晴れ間は見えてきたけど、あとは水位が下がればいいんですけどといただきました。こちらのリポートです。はい、宮崎県では記録的な大雨となりました。この後も川の近くには近づかないようにしてください。こちら川が増水している様子がわかります。ありがとうございました。それでは続いてもう一枚見ていきましょう。高知県南国市の方よりいただきました。こちらのリポートです。風雨が強くなってきましたということですね。今ザーザーレベルの雨が降っていて、だんだんと雨や風も強まっているということです。ありがとうございます。それではここからはアイコンで全国の天気を確認していきましょう。今日は台風の影響で各地で荒れた天気となりそうです。特に四国、中国、近畿の方では朝から雨が降り続いています。中国、四国では午前中、近畿エリアでは午後に雨風のピークを迎える予想です。そして中部、関東の方でも朝から強い雨の報告が届いています。中部では夕方から、関東では夜から荒れた天気となる恐れがあります。交通情報をしっかりと確認していただいて、早めの帰宅をしていただきますようお願いします。また九州では夜から朝にかけて記録的な大雨となりました。この後だんだんと天気が回復するところもありますが、引き続き急な崖や川には近づかないようにしてください。この後も十分な警戒が必要です。以上、全国の天気をお伝えしました。それでは気をつけていってらっしゃい。